ファッションブランドディオールのジャパンアンバサダーを務め、テレビ朝日系の2023年10月期ドラマ、単身花火、単身花火、ではヒロインを演じた荒木、情熱大陸、の取材は彼女が29歳になったばかりの2022年12月にスタートした。番組では、山下智久と共演した映画、シーヒアラブ見えなくても聞こえなくても愛してる、撮影中の様子や、 別作品の仕事でタイバン国に2ヶ月間滞在していた時のことが映し出される。また、荒木が自身の現在地や恋愛について語る姿も。なお、荒木が出演する TBS 系ドラマ、さよならマエストロを父と私のアパッシオナートーは、日曜劇場枠で1月にスタート。毎週日曜21時からオンエアされる。